程度ですか、皆さん。準備運動にもなりませんでしたね。孫悟空が到着するまで遊んでいようと思いましたが、もう飽きてしまいました。もしかすると私の力を知ってさっさと逃げてしまったのかもしれません。そんなことお父さんがするものか。貴様、孫を舐めるなよ。来ない人に期待をするようでは終わりです。もうあなたたちには用はありません。そろそろ殺して差し上げましょう。遅いぞ、ソン。それにベジータ。遅くなってすまねえ。お前らは下がってろ。邪魔だ。俺のいない間によくもやりたい放題してくれたな、フリーザ。ようやく登場ですか。待ちくたびれましたよ、ソン悟空。それにベジータさんも一緒だとは意外でしたが。に何しに来やがった。分かっているでしょう。復讐ですよ。特に孫悟空、あなたに。おめえまだなめくせでやられた時のことを恨んでやがったのか。当然です。あなたから受けた初めての敗北、死んで地獄に落ちた時も再び蘇ってからも忘れたことなどありませんでしたからね。この恨みを晴らすため私は帰ってきたのです。これまでしたこともない激しいトレーニングを積んで。ねえ、やっぱただもんじゃねえな。根っからの悪人でなかったらいいライバルになれたのによ。惜しいな。相変わらず私をイライラさせるような発言ですね、ベジータ。悪いが先にオラだけでやらしてもらえっか。どうやらフリーザーのやつも同じ気持ちらしい。いいだろう。だがもたもたしているようなら俺がやるぞ。サンキュー、フリーザー。おめえがオラをどんだけ恨んでるかは知んねえけど、地球はやらせねえ。今の私にとって地球など些細なことです。あなたに復讐できればそれでいい。さあ、このフリーザ様の新たな力に赴くがいい。スーパーサイヤ人にならないのです。ハビピーワモカモ。おお、自信が終わりのようですね。It's my turn! Yep.
なるほど。あなたも随分と強くなっているようですね。おめえだってあん時に比べてかなり強くなってんじゃねえか。よかったですよ。訓練をしておいてね。なんか隠してんな。よくわかりましたね。念のためさらなる進化に挑戦しておいて正解でした。持ってつけねえで早く見せてみろよ。いいでしょう。それではお見せしましょう、私の新たなる進化を。単純すぎましたかね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言いましょうか。でもただ色が変わっただけではないのは分かっているようですね。ああ、ワクワクすっけどここまでとは思わなかったからちょっとドキドキもすんな。へえ、フリーザのやつかなり力をつけたようじゃないか。たかが復讐のためによくも努力したもんだ。さすがの悟空も今回はちょっとやばいんじゃないの。フリーザさんのパワーアップは驚きましたが悟空さんたちも決して負けていませんよ。よし、オラだってパワーアップした力見せてやる。交代だ。ひ、時間だ。変われ、カカロット。そんなこれからが面白いっちゅうのに。うるさい、ここまでチンタラやってる貴様が悪い。次は俺の番だ。だよ、ちぇ。何？次はベジータさんがお相手ですか。あなたが私に勝てるわけないでしょう。そんな、まさか。そうか、貴様は知らなかったな。俺様もなれるんだよ、伝説のスーパーサイヤ人に。さらにそれを超える存在にな。さあ続きをやろうぜ、フリーザ様よ。本当に貴様に勝てないかどうか試してみやがれ。ふん、少々驚きましたが、私があなたより上にいることは変わらない。思い知らせてあげますよ、宇宙の帝王たるこのフリーザの真の力を。Fight back!
持っていたとはね。これを舐めるとすぐに死ぬぞ。ワッフッ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 はもう終わりだ。貴様の時代はとっくに終わってるんだ。消えやがれ。何がおかしい？バカも、時代が終わっているのがお前らの方だ。面白いことするじゃないの、フリーザのやつ。地球ごと道連れにしちゃうとはね。みんなはフリーザはどうなっちゃったんだ？皆さんはご覧の通りコッパみじんですが、フリーザさんは多分死んでいませんよ。え？なんで？あいつは宇宙空間でも生きられるからな。考えたな。そんな、地球がなくなったっていうことはドラゴンボールも消滅してしまったっていうことだろう。もう元には戻れねえ。ま、そういうことになるね。ちくしょーく、ほらがさっさと蹴りつけときゃよかったんだ。じゃあ蹴りをつけますか。え？元はといえばお前の甘さが招いたことだ。さっさとフリーザを倒しておけばいいものを、お前は戦いを楽しみ油断していた。すまねえ。だから今度はそんな失敗をするなよ。フリーザをすぐにあの世へ送り返してやれ。今度はってさっきから何のことだ？私は時間を巻き戻すことができるのです。まあ巻き戻すと言っても3分前が限界ですが。時間を巻き戻す？これから時間を巻き戻せば地球が破壊される直前まで戻ることができます。そっか、だから今度はフリーザを。そういうことだ。さっさと倒せば地球は破壊されずに済む。よかった、まだそんな手が残ってたんか。ただし今回は特別サービスだ。地球の美味しいものをなくすのは惜しいからね。さっきも言ったが、今度は失敗するなよ。
あ、では時間を戻しますよ。いいですね。うん、頼む。I'm your worst nightmare. Here we go again. Some more.
俺は貴様と交代しろなどと言っていないぞ。父さん、一体何が？実はさ、やれやれ、みっともない話だ。破壊神が星を再生するなんて。いいじゃないですか。これでまた美味しいものが食べられるんですから。それにしてもあの二人、新しい力を完全にものにしたようですね。これなら本当にヴィルス様と互角に戦えるようになるかも。まあ二人が手を組めばの話ですけど。どうだかね。にわかには信じがたい。時間の巻き戻しか。だが確かに奴ならできるかもしれない。でさ、今回はなんとかなってんど、ほら思ったんだ。最初から二人で組んで戦えばこんなピンチにはなんなかったかもしんねえって。ごめんだな。俺は俺の力で勝つ。他の力などいらん。ははよかった、オラもだ。やっぱ一人で戦えてよな。ほんと面倒なお二人ですね。帰るぞウィス。まあそれがあの二人にはちょうどいいのかもしれんな。かくしてフリーザ軍による侵攻は悟空たちの活躍によって終わった。地球に再び訪れた平和。しかし今日もまた悟空とベジータは激しい修行を続けるのだった。さらなる高み、最強を目指して。